き詰めた職人になりたいっていうなんかざっくりとした夢っていうかなんかがあって、まあ、海外に行くか日本でおるかでもおじいちゃんになってもこうずっと切れる存在にはおりたいんで、おとんが映画好きやったからずっと洋画ばっかり見に行ったりとかしてて、小学校の頃自分の画が強くなって、で気づいたらもうロン毛でめっちゃ髪の毛長くて、まあもともと車とかバイクとか好きだって、二十歳の時にハメ車のチボレーのトラックを買ってローライダーとかそっちのカルチャーが好きだったんで、まあたまに、まあ、岡山帰った時はサーフィンやったりとかっていう感じですかね。突き詰めた職人になりたいっていうなんかざっくりとした夢っていうかなんかがあったよ。高校の時にもうなんだ美容室で働いてて、でも学校自体は高校の時はなんか機械科やったから、まあ車とかバイクとか好きやったから、まあそっちに行くかどうしようかなって悩んでた時で、まあ両方職人技術職やから、まあこの先でもずっとやって飯食っていけるかなっていうのが美容師かなと思って、まあもうこっちの世界に行ったっていう形ですね。29かだからそれまでは9年ぐらいは美容師ずっとやってたっていう感じですね。フィリピンに留学行ってて、でそのまま、まあ、海外に行くか日本でおるかどうするかっていう形で考えた時に、フィリピン戻ってきて普通のお店で働いて、でもなんかずっと違うなみたいなんで思ってて、でその時にたまたまアメ村にあるアメリカンワナビーってお店があるんですけど、そこのリュウさんからなんかそのブラザーズってあるんやけど、なんか大阪に出したいんやけど働いてみいひんみたいな、なんか紹介してくれて、で西森さんとで社長の小松さんも来て一緒にやろうみたいなんで入ったっていう形ですね。インスタとか見てて髪型もタトゥーもみんななんか各々個性があってすごいなと思って、実際入ってみてそのなんか熱さがなんかすごい僕にはすごいいい刺激になった。なんか結構僕髪型がいろいろ変えるんで、変えた時に自分がこれってなんかふと思うんですよね。なんかこうしようかなってなった時の髪型がみんななんかそれかっこいいですねって言われてみんながやってくれる。逆になんかこう自分でなんか発信をしてる感じですね、その時のシーズンによって。だから今までもずっと髪型が変わり続けてるんですね。今こだわってるスタイルはまあ何でもそうなんですけど、僕の場合がこのアウトラインのフォルムを結構意識するんですよ。まあ今僕だったらクロップよりのもうバズカットに近い感じなんですけど、その差し毛が出ないとかグラデーションめっちゃ綺麗にするとか、まあ高さこう上げ下げはするんですけど人によって、まあもう人の雰囲気によって変えて押すって感じですね。だからもう短いのが最近ちょっと多いですね。ブラザーズ自体がやっぱ髪切らなくても遊びに来てもらえる場所とは思ってるんで、横のバー行って僕らもこう喋ったりとかのこの場所もあるから、まあ、とりあえずここをもっともっと盛り上げてある程度したら海外のお客さんとかも今でも、まあ、この時期ですけど来てくれたりとかするんで、それでまあこう広げて、まあ、最終的にねもうおじいちゃんになってもこうずっと切れる存在にはおりたいんで、まあ国籍関係なくまあ誰でもかっこいい髪型にしていきたいなっていう感じですね。まあがむしゃらに仕事をしてずっとついてきてくれるように頑張ってますね。